はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は8月16日金曜日でございます。なんかね、台風がね、すごいっすよ。ね。なんせちょっと今の時間だと千葉にね、またこう再接近して、もう千葉のなんかお店とか閉めたりね、大変ですよね。アリオとかね、そういう商業施設、あとディズニーランドもね、なんかもう3時で追い出すみたいな、そういうことみたいで。なんか、千葉のあたり大変そう。で、あれですよね、飛行機もなんか欠航してんでしょ？なので、もう、ね、今日、まあずっと連休で、の13、14、15、ね、お盆で、お休み、あるんですけど、まあそれやって、その、16日も休みにしてね、で、17、18と、まあずっとこう連休に、夏休みにする方も、ね、いらっしゃる。で、今日あたりに東京に帰ろうかな、みたいな、そういう方がね、もうちょっと帰れないですよね。それから東京に来てる方も、ちょっとこの、ね、例えばこう、大阪とか、広島とか福岡に、ね、帰れないと。まあそういうね、帰れないことはないと思うんですけど、なんとかしたら帰れると思うんですけど、なかなか大変ですよね。もう皆さんね、台風の進路というか、まあ、そのコースの方々はですね、準備をおさおさ怠りなくですよ。特にベランダは片付けないといけないんです、ベランダはね。危ないですよ、飛んでいって。で、とにかくまあ、ね、いろいろ、雨もわーっと降るとね、なんですよね。河川の氾濫とかも起きますので、まあ、注意していただいてですね、というふうにね、何を偉そうにお前は言ってるんだって。すいませんね。なんか、NHK のアナウンサーみたいな。大越くんみたいな。ね。落ち着いて行動してください。よう言うわ、お前はみたいなね。お前が、ちゃんと落ち着いてジャーナリズムを発揮しろよって感じなんですけどね。代わりにちょっと私はジャーナリズムを発揮してますけど。ね。というような、まあ、ことなんですけどね。まあ、今日はですね、そういうことで、外に出れないんですよね。やばいんでね。それで、お家でですね、この間、美味しいパン屋さんですよね。私の近くにね。で、今、フードロスの問題あるじゃないですか。フードロスね。それで、そこをですね、なんすかね、3つ一緒にして500円とかね。で、なんですかね、お店の横に、なんですか、こう、もちろん、こう、お部屋なんですよ。お店のね、店舗のお部屋なんですけど、そこにこう、なんすかね、宅配ボックスじゃないですけど、まあそういうようなものをね、こうずっとこう、まあ、ガラス、ね、で、なんかこうね、見えるようになってるんですけど、で、500円とかね、500円パターンと1000円パターンなんですけど、そこでですね、昨日のパンでね、昨日のパンを売るんですよ。それ500円で、3個で、500円で、そこのパンはね、高いんですよ、結構。それをね、フードロスをなくしたいところで、なかなかありつけないんですよ、なんですか、500円、3個500円、ね。あったんですよ、一つだけ。それで、ちょっと早速と思って、なんですよ。この辺はね、現金持ってないといけないですよ。東京だというのにね。それで、千円札入れて、100円玉にして、500円入れてね。で、それ持って帰って全部食べんじゃなくて、1個は食べたんですけど、2個は冷凍したんですよね。それで、それ思い出してですね、あったあったと思って。あとね、チーズとね、ハムのね、なんかそういうフランスパン風のね、割と大きめのやつなんですけど、それをお昼ご飯にしました。チンしてね。ラップにくるんでチンしたんですよね。ちょっと、邪道と思うんですけど。ね。ということで、まあまあ、美味しかったですよ。やっぱね。元がいいですからね。元がね。で、ラブちゃんね、は、取りました。今日朝起きてね。で、おやつあげたんですよ。あんまりね。にゃ、にゃって言うもんだから。ついてくるんですよ。で、よく、はよ、おやつくれにゃん、みたいな。昨日もくれてないやんか、みたいな。そういうことなんで、今日あげてるんですよ、これね。ちょっと、目やにがまだ残ってます。目やに取ってあげたんですけどね。すぐね、ついちゃうんですよね。かわいそうですよね。ラブちゃんの毛がですね、あまりにも、細かすぎてですね、それはきっと目に入るんじゃないですかね。それで、やはり目やにが出ると。そういうことかもしれない。で、これはね、こう、絞り出しをやってるんですけど、だいたいこう、ラブちゃん、こう、分かってるんですよ。もうちょっとあるやろ、みたいな。しっかり絞り出さんか、お前、みたいな。こんな、なんか、去っていってんですよね。ちょっと勘弁してほしいなと思って。ちょこっと出してやってんですけど。この間これでボトボトと落としたんでね。でも来ないでしょ。そうなんですよね。ラブちゃん困ったもんなんですよ。あそこいるんですよ、ほら。ベロベロして。そう、あんたさ、もう、腕ベロベロしないでよ。ただ、まあ、また来ましたけどね。来て、一応全部ね。残り、絞り出したやつも食べてくれましたけどね。はい。ということで、贅沢な猫なんですよね。ラブちゃんね。お姫様ですもんね。ね。ということで、私は下僕ですからね。
はい、それでですね、今日の日経平均株価なんですけど、ものすごいですね。1336円まで。で、3万8000円の大台にね、まあ乗りましたよね。すごいです。おかげでですね、私はどうなったかというとですね、含み益がですね、いきなり増えちゃってですね、128% になってます。だから 2.28 倍ということですね。恐ろしい。ですね、私の含み益もですね、いわゆる節目となる大台を超えました。すごいです。ほんとね、そうするとこの調子でね、4万円とかいっちゃうと、まあ簡単にはいかないと思うんですけど、いっちゃうとですね、なんかすごい含み益になりそうだなと思うんで、あまり含み益がね、なんかこう、高すぎてもいいっちゃいいんですけど、まあやっぱ種まきをちょっとね、怠ってるかなと思ってるんですよね。そうそう、まあ一応引き上げましたからね、種まいたやつね、ダメだなこれやと。嵐が来てるぞみたいな。一応引っこ抜いとこうみたいな。ね。そんな感じだったんですけどね。それで、ね、トピックスも、まあ、プラス77ポイント上げて、グロースがね、16ポイントも上げるのすごいっすよね。600ポイントに乗せましたね。で、その、まあ、犯人はですね、この急激なですね、円安です。ね。やっぱり終わらないです、円安。やっぱ、149円ぐらいまでね、いったん150円は、150円タップはしてないですよね。150円の手前ぐらいで、まあ、もうね、ちょっとこうぐずぐず動いてるんですけど、今のところちょっと少し落ち着いて148円台にね、また来てますけど、こっからね、昨日の夜ですかね、これね。アメリカがなんかやっぱり指標が良かったんでしょうね。それでもバーンと上げてね、すごいっすよね、これ。というようなことになって、まあ結局ドル円がこう円安状態だと、企業業績は当然良くなりますよね。まあ私たちの生活、ね、についてはまあいろんな、まあ燃料とか食料とかそういったものの、を輸入してますからね。ですから私たちのまあ生活にとってはあれですけど、まあそれでもね、140円台ならば、まあまあ、ね、いいんじゃないかなと思うんですけどね。160円はちょっとね、さすがにね。で、今先物見てみますとですね、やっぱもうえらい上げたんで、やっぱこう、ちょっとまた下がってきますね。300円ぐらい。先物下げてますよね。うん、まあ、そう、急ぐとはいかないですよね。まあ、今日のニューヨーク、まあ、ニューヨークがですね、昨日良かったからですね。それもあるんですよね。それで、10年債の利回りはですね、5.3% 上がって 0.874 って、これもね、まあ、大きな変化ですね。これは、まあ、あんまり、まあ、この辺が上がり始めてますね。だから、為替と同じですよね。で、利回りぐっと上がって、ボーンといって。ね。すごいな、これ。すごいですね。うん。ということでですね、これが上がると銀行株がやっぱ上がるんですよ。めちゃくちゃ上がってますよ、銀行株。SMBC なんかもすごいです。三菱 UFJ もね、すごいですよね。日経 VI ね、教師数は、まあ、こう下がってますね。こう真っ当な反応ですね。でもまだ26ポイントは高いですね。うん、それから、ダウですけど、4万563ドルということで、昨日プラス554ドルね、結構大きく上げましたね。で、ナスダックも401ポイント上げて、ナスダック100は467ポイント上げて、19,490 ポイントね、すごいっすよね。また2万ポイント。狙いそうな勢いですよね。S&P500 もプラス88ポイント上げて、5,500に、まあ、乗ってますよね。素晴らしいっす。さすが、アメリカ。ね、やっぱりね、私どもの、まあ、宗主国みたいなもんですから。ね。あれ、もう、属国ですから、日本はね。まあ、てなことでね。で、今、ダウの先物見てみますと、さらにプラスですね。それから、ナスダックもプラスですね。S&P500 もプラス。素晴らしいですね。から、ユーロドルね、また1.1まで行ってたんですけど、1.09 に、なんか前戻ってますね。で、ドルインデックス 102.83 と。まあ、こんな感じですね。まあ、この円安もあるんで、これ、結構ね、ドルインデックスに効いてきますよね。WTI の原油ですけど、76%。ドルですね。まあ、原油安いっすよね。これいいことですね。ちょっとアメリカの景気後退懸念ってちょっとね、収まった感じじゃないですか。だからまあ、そうですね。まあ、0.5 の、利下げだったのが 0.25 がなんかメインになってくるとか、になってるとか言って、ね。ザキオカさんが言ってましたね。まあ、いいんですけどね。で、ビックス恐怖指数ですけど、逆に上がってますね、アメリカは。15.41。でもまあ、これもそんな大したね、恐怖ではないというふうに思います。あと、ラッセルね。ラッセルは、
51ポイント上がってますね。それからフィソックス指数、半導体ですね。これは 4.87%、240ポイント、L 上げてますね。また5000ポイント乗っけてきました。うん、やっぱりね、半導体、AI、半導体、ね、製造装置、その他、その関連は、みんなやっぱりいいんですよ。これからね、やっぱり、新しい発明なんで。ただね、マーケットは活気づくんですよね。はい。それでですね、ニュースはですね、デルね、なんか、アメリカ独進してるらしくて、なんか AI 向けの収益貢献は、なお初期段階だけど、まあなんか期待値で上がってってるんですね。それでまあ、ここ日経平均5日続伸ということで、3万8000円回復って言ってね、アメリカの景気後退懸念とか、まあ、それで円安ですね。まあ、景気後退が、まあね、ちょっとモデレート、ソフトランディングじゃないかみたいなね。あと、パナのね、蛍光灯がなくなるそうなんですよね。チカチカっとするやつね。最後はね。私も、蛍光灯まだらぼけて、時々こう、チケッパッとついてね。時々こう、忘れてるみたいな。それが、蛍光灯ボケって感じですよ、けどね。面白いでしょ、蛍光灯ボケ。それも、そういう言葉も通じなくなりますよね。そういう、なんですか、ギャグもね。日本株の暴落週に海外では先物大量売りと。事業法人は8年超ぶりに、こんな表現あるんかいな。まあ、8年ぶりですね。買い越したということですね。これ事業法人っていうのはまあ会社ですよ、企業ですよね。自社株買いですね。入ってるところが、もうやっぱもう低いところで開った方が、まあ会社のためにもなるし、株主のためにもなるんで、ガーッとかって言ってるんですよね。まあそれでこう、一挙に戻してるんですよね。それからですね、あとですね、まあウクライナもね、収まんないですね。それから、タイの新首相ね、タクシンさんの次女ね、史上最年少37歳。それに比べてね、我が日本はね、石破さんとか言ってますからね。あの人いくつなんですか？もう結構な年でしょ？若い人がね、出ないですよね。キーウだったアメリカのリセッション懸念だと。8月の円高、ほぼ帳消しになったと。まあそうですね。それからですね、これはね、1300円以上の値上がりっていうのは今年で2番目の上昇幅ということみたいですよ。ね。あとドンキホーテやってるパンパシフィックですね。と、今日決算出てたんですよね。で、売上はまあ2兆円を超えて、まあインバウンドもね、まあ動機は吸い寄せますからですけど、ちょっとなんか利益が 9% ぐらい、ちょっと減少してましたよね。まあ、ちょっとどういう理由か。まあ大体投資する気ないもんな。深く見てもしょうがない。時間の無駄なんでね。あと、外国人の株式取得ですね。これ複合機ってすごい技術なんですよ。日本はね。で、この技術がですね、中国はね、欲しくてたまらないんですよ。ね。キャノンとか、ね、リコーとか。そういうところをやってるでしょ？もうすごい高い実力があるんですよね。で、これをはじめとした6製造業もですね、株式取得に届け入れ義務を、課したというようなことをですね、言ってますね。6製造業と、まあ、こう、安全保障対策ですよね。これはね、多分高市さんが相当頑張ってると思います。で、これですね、1% 以上ですね。外国人が株式を取得する際に国への届け入れを義務付けているということですね。これはもう、ね、こう安全保障上重要だと政府が指定した、ま、業種の企業についてですよね。で、これまで原子力、通信、武器、製造などの業種が指定されているけど、今回半導体製造関連機器とか、先端電子部品、さらに複合機など6品目の製造業が追加されたと言ってますね。それはいいことだと思いますよね。まあ、シャープなんかもね。あ、シャープはでもあれですよね。台湾のね、会社がまあ買ってくれたんで、まだいいですけどね。中国企業にね、買われてるっていうのも最悪ですよね。アパレルなんか多いですけどね。このうち半導体製造関連機器とか先端電子部品など4品目は安全保障の観点から重要性が高いとして、政府が安定供給に必要な支援を行う特定重要物資にも指定されていると。なるほどね。複合機は一昨年中国政府が自国で販売する製品について、現地での開発や生産を求める基準を一時検討するなど、技術流出がけですけど、もう、ほんとね、やることがね、なんていうんですか、ずる賢いというかね。だからもう、中国で製造しないと、ね、認めないよと。ね。日本からの、輸入を認めないよみたいなことをね、もう平気で言うんですよ。でも、狙いはもう一つですよ。要するに、そこで働くのは中国人従業員でしょ。で、中国人従業員は、すべてですね、例の、改正反スパイ法でですよ。知り得た情報をね、とにかく国民全員スパイにしているという政策ですから。だから、持ってこいって言ったら持ってこなきゃいけないですよ。ね。そうしないとパスされるんですよね。
とんでもないですよね。まあいいですけどね。はい。そういうようなところが、まあ、今日のニュースですかね。うん。ということで、まあそうね、国内の株式の売買額も先週79兆円余りで過去最多だったそうですね。先週の話ですよ。私が行ってらっしゃいした時ですね。だから行ってらっしゃいして売った人もいれば、国道チャンスということで、ぼっこり買った人もいるっすよ。売りと買いと合わせて79兆円なんでね。あれですよね。まあなんていうんですかね。うん。まあああいう時に、損切りをね、もうスパッとしてね。まあそれまでだから実現益が溜まってたんで、まあ、いいかなと思ったんですけどね。まあ、あれですね。うまいこと、思わずね、後輩と株を、ね、ぼっくり買えたんで、440円で。一応自慢しますけどね。まあ、よかったですよね。まあ、そういう方も多いと思いますよ、ほんとね。正しい投資の姿ですよね。これ、二番底が恐ろしいとか言ってたらね、買えないですよね、なかなかね。もう、その時はその時でね、またね、損切りすればいいんですよ。っていうのがね、ゆるゆるとしたね、投資ですね。とにかく安眠が第一なんでね、現金、キャッシュイズキングですから。現金があれば安眠できるんですよ。ね。そういうことですね。で、今日はですね、まあ、まあ、銘柄リクエストというよりも、なんですかね、私自身がですね、まあ、ちょっとこう、かなりなんですか、種まきね、種を、ずいぶんね、借りましたんで、植物をね。これで29銘柄まで保有銘柄減ってるんで、もうちょっとこう、ね、種付けをこう、ちょっとこう、やりたいな、というふうに思ったんですよね。で、最近の私の考え方はですね、まあ、やっぱり成長銘柄ですね。これを、まあ、できれば、買いたいというふうに思ってまして、それでですね、今回もですね、楽天証券で、このまたスーパースクリーンなんていうのが結構いい加減なんですよ。嘘ばっかついてるんですよ、これ。この PR と売上高営業利益率がもう間違ってたりね、逆だったりね。とんでもないですよ。それでね、もうね、あれなんですけど、まあ、株単で確認しながらね、3銘柄に絞ってね。で、その絞った基準はですね、前回と一緒です。OP ね、オペレーティングプロフィット、営業利益率が 20% 以上で、なおかつ売上成長が2桁以上。ね。それから PR はできれば15倍以下がいいと。ね。もう10倍とか11倍とか、まあ、これ書いてあるんですけど、当てにならないですよ、これね。一応これでスクリーニングかけてるんですけど、他のもやったんですけどね、やっぱダメですね。で、どこの時点のデータ取ってるか分かんないですよね。それで、かつですね、1000円以下の、まあ、定位株ですね。で、これ一応ちょっと、セレクトしてですね、私3銘柄に、絞ってみました。そういうことでね、今日、まあ、ちょっと見ていくのは、3つですね。ライズコンサルティングっていうのと、アイモバイルですね。それに、次元です。まあ、この中にはですね、視聴者さんからの銘柄リクエストですね。データ、まあ、銘柄も、ま、入ってるかなと思いますけど、まあ、要するに、ここら辺におるわけなんですよ。ここら辺にね。ね。これで、ま、それをですね、まあ、ちょっとね、一個ずつ見たいと思うんですけど、まずこの、ライズコンサルティングですね。748円です。これも星が入ってるんで、あ、星、さっき入れたんですけどね。PR13 倍でしょ？それで、まあ、579円まで下げたんで、ここでね、買ってたら、いいよかったんですけどね。まあ、でも、そんな言うほど上がってないですよ、こう。まあ、一応、そうですね、上場したのが、そう、これ、いつですか、2023年の9月頃ですよね。で、まあ、上場して、まあ、1110円ぐらいまで来たんですけど、ずーっと下がっていって、まあ、579円までこれ下げたと。これはもう、ね。まあ、年初来安値でもありますよね。ということで、今、ちょっと戻ってきてるんですよね。で、ここはですね、その条件にぴったりで、これですね、決算見ますとですね、ここにも出てきますように、べらっとね、四半期ごとの営業利益33、29、28、25、27、28、29、30、21と。すごいでしょ。これ、好ましいっすよ。営業利益率が高いということは、その分ですね、少ない売り上げでですね、早く儲けることができるっすよね。まあ、それ以上にこう、バカ高いコストかけなきゃですよ。あと M&A をやたらやってみたりしてね。金使わなきゃの話なんですけど。まあですね、ちょっとここについてですね。まあ基準を満たしてると。それからまあ1000円以下でもあるということでね。ただ利回りがこれないじゃないかと。まあそういうふうに思うと思うんですけど、そこがネックなんですよ。ね。で、それはですね、お金はね、まあ18億ぐらいしか持ってないんですよね。まだ上場したてなんでね。それで、そうですね、剰余金がまあ30億ですね、直近で。で、有利子負債はまあ 0.45 なんでいいと思うんですけど、
まあ、お金、ちょっともうちょっとね、財務体質を、まあ、こう、強固にしたいんじゃないかなと思うんですよね。で、これは直近ではですね、この、3、5月の四半期ですね。これはですね、まあ、あれですね、売上 16.3% 伸びてるんですけど、まあ、コストですね。これは加算で、営業利益はマイナス 11.9 になってるというような状態で、これはですね、2月決算なんでね、まあ、この通りいけばね、まあ、ずっとね、上場来伸びて34億、47億、61億、76億と 24.5% 増見込んでますんで、これも明らかな成長企業ですよね。で、営業利益もまあ、2桁、ずっと言ってると。ちょっとまあ、最終利益とかプラス 5.2 っていうところがどうかなと思うんですけど、実は第一四半期が出てまして、これですよね。今さっき見ましたように。ちょっとこう弱いんですよ。だから、多分これですね、ちょっと軟調に推移するかな、というふうに思うんですよね。で、これニュース見てみますとですね、これ 4% 減益で着地って言ってるでしょ？これね。これは最終利益の話をしてますよね。でも営業利益はまあ2桁ですよね。のマイナスですよね。で、営業利益が 27.9 から 21.2 に、まあ、凹んでるんですよね。でも 20% 以上あるんですよ。ということで、まあちょっと進捗率がね、まあ、通期計画 13.8 億円に対して 18.9% なんで、うーんという感じなんですよね。まあ、そういうところは、まあ、あるんですね。で、配当がないのがちょっとネックですけど、PR はまあ13倍で、これはまあ合格なんですよね。で、アライズってこんなホームページを作ってるんですけど、なんかね、いろいろやってるんですけど、基本的にはコンサルですね。コンサル。なんかね。で、これ、何ですかね。PMO コンサルティングっていうのはね、この中に出てくるんですけど、サービスいろいろあるんですけどね。まあ、海外に事業拡大のコンサルとか、いろいろあるんですよ。フィンテックとか M&A とかね。で、それをまあ、並走型でやるというようなことで、この PMO コンサルティングっていうのは私知らなかったんですけど、これはですね、プロジェクトマネジメントオフィスの略だそうですね。で、こう、組織内に存在するプロジェクトを統括してですね、プロジェクトマネージャーの業務とか、まあ、プロジェクトマネージャーは基本的には会社の人ですよね。その業務とか意思決定、あるいは各プロジェクトの円滑な、進行を支援する部門のことを言うということで、要はお助けマンですね。っていうようなことで。やっぱね、日本のね、会社って結構やっぱり縦割りなんですよね。で、それをですね、まあ、やっぱ外部の人がコンサル入ることによって、まあ、その各部署、ね、それぞれ配置してですね、それで緊密な連携を取らせるっていうのは、むしろ外の方が、外の方がやる方がきっといいんですよね。まあ、というようなことで、まあ、面白い商売なんですよ。でですね、これね、決算短信なんですけど、なんかね、創業以来の強みっていうのが、戦略策定から実行支援に至るまで一貫して顧客に、まあ、深く入り込んで、まあ、こう、伴走型ね。ね。闇の伴走者っていう、ドラマがあったんです。あれ面白かったですよ。ね。ぜひ見てください。課題解決に挑むスタイル、経営サービスを軸として、様々な業界に対して戦略策定、業務改革、IT 導入、DX 推進、あらゆる側面から支援を行ってきていると。いうようなことでですね。まあ、でもまあ、ちょっとね。だから、営業利益はちょっと、売上は 16% 伸びたんだけど、営業利益は 12% 減ったと。で、これですね。ここで言ってるのはですね、あれですね。採用費とか、営業活動に伴う人件費ね。まあ、これが増加したと。まあ、要するに、こう、人が、ね。やっぱ、人は石垣、人は城ってことで。これ、人が、あれですから。人の、まあ、頭脳ですね。それから、調整能力とか。そういうものが、ここの、まあ、あれですね。商品ですので。人を採用しないことには、まあ、次のね、ステップに進めないということで、まあ、これ、ある程度、しょうがないのかなと思うんですよね。で、ちょっとね、ここやってる人ね、この人なんですよ。北村俊樹さんっていう方なんですよね。岐阜の生まれ、お生まれでらっしゃって、1983年生まれですね。12月24日。お！これはクリスマスイブですね。なかなかめでたい時に生まれてますよね。で、ライズコンサルティンググループの代表取締役ですね。で、この人、ロンドン大学を卒業してて、野村総研いたみたいですね。なのでですね、野村総研時代にですね、たくさんの大企業ですね、付き合いがあると思うんですよ、人脈が。これがね、ライズコンサルティングに多分生きてるんだろうなと思うんですよね。うん。それで、2021年3月に、まあ、代表取締役に就任して、だから最近ですよ。で、コンサルティングサービスを通じて顧客企業の未来を創造するっていうのをですね、プロデュースネクスト、幸せな未来を共に開く。ね。
綺麗な、美しい表現ですけど、儲けたいな、みたいな。そういうことですよね。2023年9月12日に、まあ、グロース市場にね、上場を果たして、だというようなことで、まあ、なかなかね、野村総研出身は一緒。ね、と思います。あの、手鏡の人もいましたけどね、野村総研でね。覚えてます？手鏡。手鏡でね。なんかもう、バカじゃないかなと思いますよね。そんなんでメディアから一切消えましたけど、野村総研もきっとクビになったでしょうね。さらざるを得ないですよね、恥ずかしくてね。一応ね、犯罪ですから。ね。というようなことで。で、ここはですね、まあ、ちょっと、これね、指揮法を見ると、ですね、まあ、上場したてです、23年間とね。で、総合コンサルで資料作成だけじゃなくて、まあ、資料作成だけって多いんですよね。課題解決に向けた実行支援に、特徴があると。それで、まあ、コンサル要員が、ま、高稼働してるっていうことなんですけど、まあ、その今のやつってのはやっぱ大手企業向けにですね、DX 案件とかですね、あと、稼働率の改善提案とか、既存の、まあ、企業さんに対してですね、業務量の拡大が、ま、寄与してきてると。で、だけど、あの、新規開拓も、おさおさ怠りなくやんなきゃいけないんだけど、それにはやっぱり、高い能力のある人がいるですよね。そりゃそうでしょ。そういうことで、採用費とか、その辺がね、人件費が上がってますね、みたいな。それで、ここに雇用促進税制控除っていうのがあるんですけど、これ雇用すると、お上が、税額控除してくれるんですよね。これ見込んでないって言ってますね。だから、その部分はバッファーとして取ってるんでしょうね。で、売上高に占めるリピート率8割っていうことで、すごい高いです、これ。ね。だから、信頼性あるんだと思いますよ。専門部署を新設して、新規顧客開拓に本腰を入れると。いうふうに、まあ、言ってます。六本木にね、六本木に本社があるのがね、どうもね、どうもだねと思うんですけど。でも販売先が NTT データだったりするんですよ。だからがっつり NTT データにコンサル入ってる可能性あるんですよね。面白いですよね。というようなことでね、なんですけど。まあ、そうですね、なんて言うんですかね。まあ、ざっくり言ってですね、ここはこれです。ね。コンサルといえばですよ。まあまあ、やっぱり外資系ですよね。ボストンコンサルティングだとか、あるでしょそういうような。ところですね。で、こういうところはですね、高いんですよ。あと、アクセンチュアとか。ね。ありますじゃないですか。もうめちゃめちゃもう高額なんですよね。だからといって、いい結果が出るとは限らないですよね。で、当社は、ね。価格が低いと。だから、ね。要するに、まあ、高稼働率。それから、まあ、その、コスト意識を持ってやってるし、まあ、だからまあ、相手先様にもね、まあ、低コストで、まあ、コンサルティングを供給できると言ってんですけど、価格は上げてるんですよ。昨年度改定した単価を維持って。また上げると思いますよ。というふうなことなんですよね。でね、ちょっとね、ここね、簡単にちょっと、なんかね、いろいろやってるんですよね。コンサルだから、もう、幅広く、どんなものも受けるよ、みたいな。そういうことなんですけど、どんなんやってたかな。どっかまとめたのがあったんですけどね。はい。これね、ここのコンサルを利用してるのがですね、すごいですよ、これ、金融で。SBI だとか、あと、大手証券とか、大手保険ね、日系の、こんなもやってますよね。あと、製造業ではブリヂストン、デンソー、日立、京セラ、そうそうたる顔ぶれですよ、リコ、スズキ。あと、流通関係では三菱商事でしょ、それから J フロントね、三井もいますよ。それから通信 IT では、ドコモ、J コム、NTT だね、でしょ。んで、大手航空会社 D 社って書いてますけど、これ電通に決まってますよね。だから、電通なんかも、コンサルを、頼まなきゃいけないぐらい、大して能力ないんですよ。言ってみたらね。もうなんかね、電通はあれですよね。ちょっとこう、表現としてはなんですけど、もう女癖が全員悪いっすよ。ね。電通出身でね、もうあれこれね、社内の女性に手を出しまくってね、それで会社を追い出された人とかね、結構知ってます、私ね。それから、あとは、社会インフラのところでは三菱地所とか、ね、関西電力、大成建設、こんなありますよね。観光庁もあって、ジェトロとか、全国商工会、連合会とか、すごい。それから、その他にはですね、アステラス製薬ね。ということで、要はですね、もう、こういう会社がね、ここ、採用してるんですよ。だから、実績十分なんです。ね。で、このですね、サービスはね、コンサルですね。まあ、評価されてるし、実績も上がるんだろうな、というふうに思います。それで、まあ、コンサルって人だけなんで、原価は。まあ、ほぼほぼね、
だから営業利益率はめちゃくちゃ高くなっちゃう。まあ、イコール、粗利益率が高いんですよね。むちゃくちゃね。そういうようなことなんですよ。まあ、それでですね、ちょっと、これがですね、通期の予想なんですけど、この4月12日に公表したですね、予想から変更はないと言ったですね。まあ、ちょっと営業利益マイナスしてるんですけど、まあ、金額は知れてるんでね。で、売上については、コンサルタント人員数の拡大をドライバーに、対前年比プラス 24.5% の成長を見込むと。まあ、これは、採用増したということですよね、第一四半期。だから、まあ、第一四半期、コスト加算で凹んだということなんですよね。で、営業利益については、将来的な売上の拡大のために採用を強化していって、営業部門の拡大、管理体制の強化を行うために、対前年比プラス 13.9% の、だから、売上の拡大にイコールではないですよね。これだから、やっぱ、採用を増やしていって、それで、まあ、そのコストがかさむっていうことだと思うんですけど、でもそれはまあ未来のために、成長していくためにまあ必要ですよね。で、これ売上原価がですね、まあ 42.6% ぐらいを予想してって、粗利が 57.4% あります。これもいい商売です。ですんで、まあ販管費さえね、しっかりコントロールできれば、もう平気でこの 29% とか出てくるんですけど、今回は 26.8% の営業利益。でもこれでもね、すごいですよ。で、当期利益のところはですね、前期が13億1500万で13億8400万の予想なんで、あんま増えないんですけど、で、伸びを、純利益の伸び率は、まあ、5.2% ですね。ということで、大して増えないんですよ、6900万くらいしか。でもこれ、なんでしたっけ、雇用促進税制それは織り込んでないと。だから、それは乗ってくる可能性が、まあ、あるかな、というふうに思うんで、もうちょっと、まあ、1億とか、くらいは行くかもしれないかな、というふうに思うんですよね。まあ、そんなことでですね、そうですね、まあ、考え方もしっかりこう、開示しててですね、いいですね。ここに書いてますよね。25年2月期の計画は適用の有無が未定のため、要するに、賃上げ税制による税額控除ね。ここね、20% ぐらい賃上げしてるんですよ。既存の社員ね。まあ、それはそうですよね。人は石垣、人は城ですから、これ、ここはね。ただやっぱりそれは積極的にやらなきゃいけないですよね。だから、まあ、それがまあ、この計画の時点では未定だったんで、まあ、織り込んでないと言ってますから、これもちょっと上がる可能性は十分あるかなというふうに、まあ、思います。で、事業のですね、まあ、やっぱりその、この継続的なその成長ですね、成長銘柄買う場合は。そこがまあ、重要なんですけど、だからその、必ずしもこの第一四半期の、まあ、数字ですね、これにとらわれても良くないかなというふうには私は思うんですよ。こうやってね、ちょっと株主還元は基本的には自己株式取得でやるみたいですね。もう一瞬でやってますけどね。まあ、37万株ぐらいなんて知れてますけど、配当は当面やらない感じですね、雰囲気はね。見とかなきゃいけないのはですね、この稼働率、平均単価なんですよね。これは主要 KPI になってまして、要はですね、この稼働率と稼働対象コンサルタント稼働率って、まあ、ややこしい話なんですけど、まあ、結局こっちですよね。だからまあ、その、稼働対象になっているコンサルタントの、まあまあ、社員ですよね。それが 87%。第一クォーターね。ありますよと。一部の新卒アナリストが5月から優勝稼働開始と。これはまあお金もらって稼働してるということですね。早期戦力化可能な環境づくりができてると言ってます。平均単価っていうのはですね、まあこの月額のフィーですね。企業さんからいただく。これなんですけど、まあ272億なんですね。で、これ前年からまあちょっと上がってますよね。264から270。まあ大して上がってないですけどね。これ平均ですからね。上がってるとかボコッと上げてるんだったと思うんですけど。で、その、稼働対象コンサルタント平均単価でも面白い、あれなんで、ですけど、これ263億ってね、ここから減るのはですね、外注があるみたいなんですよね。この低い理由はですね、従来の簡便的な計算方法から精緻化したと。単価の高い層の稼働が低いと、単価が押し下げられると、まあ当たり前じゃないですかね。だからなんか外注が入ってるみたいなことをどっかに書いてましたね。まあちょっと見ているとですね、なんか減ってってんですよ、第一四半期はね。だからまあ第一四半期マイナス。その上に、社員をね、増やしとるんですよね。これはね。まあこう、サマリーなんですけど、ハイライトね。これね、人材獲得が好調に推移したって言ってるんですけど、まあその分ね。コストは増えますよね。それで、営業利益のところで説明してるんですけど、コンサルタント人員の増員増で人件費の増加、成長に向けた採用強化の採用費の増加ね。そういうので、今期からの、あとは株主総会費用とか、全社イベント費用ね。そういえば、今度初めて株主総会ですよね。そういうのが加わるよね。まあ大したことないと思うんですけど。それでまあ 12% の減って、もう市として、あれです。人件費です。
ね。あの、給与も上げたし、それから、あの、新たな採用もやったと。いうようなところでですね、まあ、ちょっとね、低い営業利益率になっているということで、まあ、対前期比では減益なものの、営業利益は基礎計画通りに進捗って、こう、はっきりこう書いてるんですよね。で、これはね、割と信用していいんじゃないかなと思ってます。で、足元の状況を踏まえて、この通期業績見通しは、基礎公表のものより変更なしと。このね、足元の状況を踏まえというところが大事です。ということは、まあ、これも、発表した時点ではですね、次の四半期はもうね、動いてるわけですね。で、まあ、当然これ受注ベースなんで、ね、いいんですよ、きっと受注がね。そういうようなことかなというふうに、まあ、思うんですよね。なんで、まあ、これはですね、なんかいいかなと思うんですよね。だって、あれですよ、これまあ、人員これ、第4クォーターで結構増やしてますよね。256名だったのが、あ、209人だったのが、第1クォーターで256人だから、まあ、まあ、50人ぐらいざっと増やしてますよね。だからまあ、これから売り上げを作っていく上では、非常に、まあ、作りやすくなってくると、まあ、人がいないとね、ダメなんでね、そういうようなことかなというふうに思いますけどね。で、この第1産業ですね、じーっと眺めててもですね、穴が開くほど眺めててもですね、未来は読めんのですよ。ね。ただ、やっぱ大事なのはですね、こういうですね、コンサルタント人員数が増加してるっていうことがまず一つ。それで値上げもしましたと。で、今後も値上げするでしょうと。で、値上げに耐えれるだけの、まあ、大手企業を抱えてて、で、リピート率が 80% って言ってるでしょ。だからさっき言ったなんか、そうそうたるね、企業群がですよ、ここのコンサルに耐えるんですよ。で、それはですね、結局やっぱりなんだかんだ日本の会社ってのは、やっぱ組織の壁みたいな、あって、で、それ全部ね、やっぱこう、調整かけないと、プロジェクトって、あるプロジェクト始めたときに、うまいことね、総務部門では拒否されたとか、経理部門では拒否されたとか、大変なんですよ。で、それを全部こう、同時並列でこう、やるためには、外の人が、ね、いた方がいいんですよね。だいたいそれってもう社長がね、トップがもうここに任せるっつって、やりますから、もう社長のご意向ならもうしょうがないですね、っていうような感じに、まあ持っていくんですよね。だからまあそういうのが必要な、悲しい日本のね、風土があるんですよ。ね。何しろ、あれですからね、会社の中でさえ爆破体制ができますからね。楽しいですよね。ということで、私、これはですね、配当がまあ、ないというところだけがネックなんですけど、まあ、自社株買いはやってくると。だからまあ、748円ではちょっとね、買いたくないですよっていうのは、まあ、こう、579円を見てますからね、一回。もっと下がってくるって。で、これ、下げトレンドでしょ。だからこれ、600円台まで来たらね、こういいかなと思ってですよ。655円とか。まあね、この辺ですよね。どう考えても。ということで、まあちょっとその655円あたりでね、刺しててもいいんじゃないかなと、ずっと。ぼーっとね。ぼーっと。で、種まきね。これ第二四半期は、まあ足元いいって言ってますから、まあ私は結構、ここは嘘つかないと思うんですよ。だって上場、グローズでね、上場も話なんですから。だからもう、次の株主総会、ね、大変なんですよ。だからね、それなりにやると思います。いけると思います。はい。次ですね。次はですね。これね。アイモバイルさんなんですけど、これは安いっしょ。427円。これはね、買いやすいです。本当の定位株です。で、これ PR9.4倍でしょ。で、まあ、PBR はこの場合無視してますから。でね、もう一つ、利回りは 5.15 もあるんですよ。これはもう、筆頭候補かもしれないですね。でね、で、これですね、ちょっとまあ、ちょっとこう、チャート見てみますと、実は350円まで下がったんですよ。5日の日に。惜しかったですよね。しかしながら、それでもですね、まあまだこの辺ですから、高値は545円まで行ってますんでね。で、もうちょっとこう、時間軸を伸ばしていくと、1829円とかあるんですよ。ね。で、こう、これもうパーフェクトオーダーみたいな感じがしますよね、これね。バーっとね。というようなところでございますね。それでですね、まあちょっとニュースをまず見た方がいいのかな。あ、まず、あれですね、アイモバイルの概要ね。ここね、あれなんですよ。フルナビやってるところなんですよ。納税サイトね。それと、もともとはこのアドネットワーク事業って言って、まあ要するにインターネット広告ですよね。それのまあ、配信のまあ代理店みたいな、受付みたいな、そういうね、あと動画広告作ってあげたりね。まあそういうことをやって、ってるまあ会社だったんですけど、2014年ぐらいからこのフルナビっていうのを始めたんですよ。そしたらそれがね、もうメインのビジネスになっちゃってね。で、この会社はですね、この田中邦彦さん、これはね、アドデジタルっていうところで
ネット専業の広告会社ですね。営業部長だったんですよね。それと、元日本 IBM のエンジニアで、野口哲也さんね。この人が今社長をおやりになってるんですけど、この二人とですね、2007年に目黒で創業してるんですよね。うん、まあ、古波ね。で、この古波っていうのはですね、これなんですけど、ね。まあ、納税してる、ふるさと納税やってる方は、ね、もう知ってると思いますけど、まあ、これはまあ、四大なんですかね、ふるさと納税サイトって言われてるらしいんですよ。で、それはどこに出てくるかというと、これですね。まあ、やっぱ楽天が一番なんですよ。楽天ふるさと納税っていうのね、このサイト。でもね、自治体数とか見てみると、1672で、掲載返礼品数が54万点ですから、まあ、そうですね。ふるさとチョイスが実質一番じゃないですかね。1700の町の自治体ですね、と連携してて。で、返礼品数が57万点ぐらいしかないの。これ不思議なんですけどね。それで、この iMobile のフルナビですね。これが1337自治体ですね。これ1500を目指してるらしいです。とりあえずね。で、50万件以上のですね、いわゆる、返礼品ね。これが、まあ、あるということですよね。そしてもう一つ、サトフルってのありますよね。これも大体、どんぐりの背比べですね、フルナビと。1313の自治体と連携してて、ここは多いですよ。79万6千点の返礼品があるということですよね。で、このふるさと納税に関して言うとですね、懸念点が、まあ実は皆さんご存知と思いますけど、あるんですよね。楽天がもう必死で反対してますよね。ね。それはですね、これでございます。はい。ふるさと納税ポイント禁止。で、利用者得すると、まあ、損する得するってね、書いてあるんですけど、これヤフーニュースなんですけど、このファブログっていうところの記事を引用してるんですよね。これですね、総務省がですね、2025年の10月ですかね、にですね、もうこのポイントをね、もう全面禁止するんですよ。ポイントであろうが、コインであろうがね。要は、ふるさと納税の、まあ、返礼品を、まあ、まあ、寄付という形で、まあ、まあ、まあ、買ってるんですよね、言ってみたらね。で、税金はまあ、かからず、税金をまあ、どこに納めるかだけの話なんで。で、返礼品の分だけ、まあ、そもそも得なんですよ。で、だけど、それじゃあ、まあ、要するに、4強が競争するでしょ？特に楽天ね。楽天ポイントに紐づきますから、他でも幅広く使えますよね。で、実際まあ、古波なんかもですね、楽天ポイントに変えられたりするっていうふうなこともやってるんですね。それはもうだからみんなで連携してポイントで。だけどやっぱりそのポイント競争っていうかね、そういうことがまあ、ある意味起こってて、まあ、それはね、自分のところでやりたいですよね。それで、まあ、2023年の寄付の総額、ここにありますように、1兆1075億って、1175億ですから、まあ、4年連続で過去最高っていうね。まあ、皆さん賢いですよ。でもね、もともとはポイントなんかなかったんですよ。ただね、一番悪いのはね、あれですよね。だから楽天じゃないですかね。で、一生懸命三木谷流ですよね。総務省にまた文句言ってんですよ。あ、もう総務省にあんまり目つけられない方がいいんじゃないですかね、もう。木原誠二さんもね、もうキッシーがいなくなるから。きっとね、いなくなると思いますしね。本当によくわかんないですけど。それで、まあ、2025年にですね、アマゾンもふるさと納税に、こう参加すると、ポータルサイトね。ということらしくて、まあ、アマゾンも、まあ、会員がすごいですから。ですけど、結局その10月以降、来年の10月以降はですね、みんな、どんな形であれ、返礼品以外のですね、ポイント付与みたいなことはできなくなるんですよ。だから競争環境としては、アマゾンが入ろうが、どうしようが、もうみんな一緒になるっていうことです。だからもう、ポイントでですね、こっちの方がいい、あっちの方がいいって、もうやれなくなる。っていうことなんですよね。だ競争条件一緒になるっていうことなんで、で、その場合ですね、どういう見方をしたらいいのかと。じゃあ、ポイントがなくなったから、ふるさと納税ね、まあ、こう、減るのかっていうと、もう、まあ、それは私はないと思うんですよね。だって、これで、コインとかポイントがついてたこと自体おかしいんで、まあ、実際にはね、こんな、こう、ハンバーグはね、7000円ですか？ただ、あんまりこれ人気ないみたいですけど。なんか例えば、こう、一押し自治体の三重県の大台町の松阪牛とか、松阪牛人気ありますよね。こういうやつね。あとは、飯塚のハンバーグとか。こんなんでしょ？都の城の
なんすか、肉ね。焼酎とか。そういうことで、まあ、うなぎのかば焼き美味しそうやな、これ。4尾ね。ということで。ただ、そのなかったとしても、別にね、全部一緒になくなるわけですから、一緒だと思うんですよね。で、総務省はですね、要するに、このポイント付与を禁止すると、いうね、それをですね、その決めた理由としてですね、要するに、自治体がですね、まあ、要するに、手数料払うわけでしょ？このフルナビとか、あるいは、まあ、楽天のサイトにもそうですけど、ふるさとチョイスにも、まあ、それぞれ手数料払うわけですよ。ね。いっぱい集めたいですから、税金を。今日はね。地方はね。で、そういうことで、まあ、その手数料がですね、結局手数料のうちの、例えば、なんか 10% 分が、ポイント付与に使われてるとか、そういう内訳はないんですよ。だから、総務省は手数料がこれで下がってですね、それでもって、要するに、自治体のですね、税収ですね、負担が軽くなるんじゃないかと言ってるんですけど、それは私はないと思うんですよね。まあ、それよりも、この、まあ、いわゆる、この4つのね、4大、ふるさと納税サイト、まあ、それがですね、まあ、手数料競争ですよね。手数料の引き下げ交渉ですね。まあ、そういうことをですね、まあ、やる可能性は、まあ、あるかなと。それだとちょっと、まあ、あれですけど、まあ、自治体としては同じ、やっぱり、ね、多分手数料でやるということに、まあ、なると思いますよ。今まででも十分良かったわけですから、まあ、あえて手数料引き下げる提案をしてきて、縮めて、なんか楽天あたりやりそうですけどね、楽天だと手数料安いっすよ、みたいな。で、そうすると、ちょっとフルナビも、ふるさとチョイスも、まあ、なんか体力的に言うと、まあ、ちょっと弱いかなとは思いますけれど、まあでも基本的にはそう変わらないのではないかなと。私は思ってます。それでですね、アマゾンがわかんないですね。ひょっとしたら、そうですね。ただまあアマゾン後発組なんで、まあ、これから自治体との関係を作っていかなきゃいけないんで、それはまあなかなかね、大変かなというふうには、まあ、思いますけどね。ということで、このアイモバイルですね、創業したのはですね、このまあ田中邦彦さんという方なんですけど、この田中邦彦さんですね。まあ、こういうお顔をされておるんですよね。ね。こういうお顔ね。そういうことで、まあなんか面白い方ですよね。うん。なんかもともとカルビーのポテトチップスの工場で袋詰めやってたらしいですけど、それでじっとね、考えたらしいですよ。俺はこんなことをして一生終わっていいのかみたいな。次は IT 業界だっつって、まあなんかね。IT の広告の世界に入ったらしいんですけどね。まあ、というような、まあ、いろんな不確定要素がございます。まあ、しかしながらですね、これね、まあ、これはもうちょっと、総務省の発表、見直しについての話をしてますけど、まあ、現時点においてね、まあ、影響はないですよね。来年の10月ですからね。ただ、来年の10月前にですね、駆け込みがあると思いますね。ポイント欲しいですから。で、これまで与えたポイントをね、チャラにセットまでは言ってないですよ、総務省もね。そこまでね、中国じゃありませんから。できないですよね。で、それはそれで残りますんで。まあ結構逆に言うとですね、増えるんじゃないですかね。来年の10月まで。ガンガン。というふうに思いますけどね。上限がまあ、ありはするとは思うんですけど、納税金額ね。ふるさと納税する金額のね、上限っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、それぞれの人に応じてですよ。ただまあ、これからこの1年間ぐらい、増えるかな、みたいな。まあ、システム投資もかかるんですけどね。ただ、ポイントのところをね、いじるだけなんで、そんな大規模な回収でもないかなと思うんですよね。で、あとこれね、はい。参考資料なんですけど、ここ7月期なんですよ。それでまだ決算が、出てないんじゃないですかね。これはだから、いつの決算なのかな。第3四半期の決算ですね。だから、6月11日の決算の資料なんですけど、まあ、これももうね、出てるんで、まあ、こう、3つあるんですよね。まあ、でも、こう、フルダメ一番でかいですね。はい。で、売上がですね、第3四半期で 114.3% で、まあ、計画比では92.9と、まあ、こう、正直でいいですね。営業利益 109.2% で、計画比で 103% だと、言ってますね。この、フルナビが、まあ、メインで、で、この、大手っていうね、これ、大手じゃないんですけど、まあ、いわゆるインターネット広告ですよね。まあ、そういうものをやってると。もうごちゃごちゃね。あまりビニーに再入向かってもしょうがないんで、どうでもいいんですけど、そういうことでですね、まあ、このコンシューマー事業っていうのが、まあ、フルナビの事業だということなんですけど、
まあ、これが第3クォーターで、119.4% ということで、計画費では 92.7 なんで、もっと行く予定だったんですね。でもこの伸びは金額的にはすごいですよ。118億から141億ね。それから営業利益ですけど、29億8000万からですね、35億4900万。これ 118.9 なんですよね。ここはね、伸びてますね。計画費に対しても 10% 増ですね。営業利益率としてはわずかですけど、レコも一応減ってますけど、そうですね。利益率はもうすごいいいという感じですね。あと、インターネットね、こっちがダメなんですよ。この広告事業っていうのはね。ですけど、まあ 15% ぐらいの、まあいわゆる営業利益率はあるということで、合わせると 20% 以上なんですね。で、これは6割しかいってないですね。前期比で。3億1600万ね。計画費でも6割ですね。まあこれちょっともう構造的に少しね、過当競争のところが、やっぱありますよね。というふうに思います。でね、ちょっとここで重要なのはですね、株主還元の強化を言ってて、2024年の7月からですね、2027年の7月までの4年間ですね、配当成功 50% 目安にするって言ってるんですよ。で、要するに、あと自社株買いもね、機動的にやっていきたいということを言ってて、なんか総還元成功は、示してないですけどね。ということで、今22円なんですね。で、ずっと連続増配してんですよ。ね。なので、これはすごくいいなと。まあ、そういうふうに思います。古波がね、ちょっと いきなり古びたら困るんですけど、そんなことはきっとないんじゃないかなと、私は思います。競争条件一緒なんでね。それと、アマゾンが新規に参入してきてもね、結構その、なんていうんですかね、脅威になるまでね、ちょっと時間かかると思いますよ。でやっぱりね、この、サトフルとか、フルナビとかいうのはもう名前が知られてますからね。で、そういうですね、先行者メリットっていうか、ブランドメリットみたいなものっていうのはあると思います。で、ここね、今、ここに競争優位性の確率、早期確率といって、シェア 20% の獲得で市場影響力を確保したいって言ってるんですけど、だからシェア 20% にはあとちょっとなんですよ、きっと。多分ね。示してませんけどね。なので、まあ、自治体数もね、1500にしたいってこう書いてますよね。今1315だというようなことで。というような、まあ、状況なんですね。それで、まあ、納税事業の、まあ、成長推移ということで、まあ、全部いいっすよね。寄付の受付件数も 117% 増。それからですね、契約自治体の数もですね、これ伸びていきますね。今のところですね、1788を目指してますね。で、前年比 120% でもうすでにいってるんですけど、で、こうなるとですね、これ期末の話だと思うんですけど、1788になると自治体のカバー率が 74% になると、まあ、ほぼほぼですよね。で、会員数も増加してるんですよ。これ大事なんですよね。124% も増加してますよね。いいと思いますよ。で、あと、フルナビトラベルってのやってて、まあ、トラベルを、あれですかね、いわゆる、返礼品にするんですかね。宿泊施設とかね。それを返礼品にするという、そういう考え方もありますよね。で、これがもう、まあ、アイデアがびったし込んで、まあ、真似されますけどね。売上高が 208% ということで。前年比でね。すごいっしょ。ということで、まあ、提携施設数も 230% 伸びて、2092施設から4818施設ね。これいいと思いますよ。国内旅行はね、もう活況停止してますから。今ね。なんでまあ、こうね、税金をまあ、要するに、ね、ふるさとに納税することで、まあ、地方に納税することで、旅行行けると。そこの、まあ、要するに、旅館にタワーで泊まれるとかね。そういう感じだと思います。で、インターネット広告事業はね、もう衰退ですから、あんまり見なくていいと思います。ただまあ、もう影響力ってそんなにまあ、ないかなと思うんで。まあ、私はこれはもうやっぱもう恒例ですね。フルナビ。一択でね。いいんじゃないかな、というふうに思ってまして。で、まあ、ちょっとね、これは、この 5.15% の利回りね、享受したいなと思うんですよ。それでね、その場合、こうちょっと信用改ざんがどうかって見たら、結構ね、119万株ぐらいあったんですけど、減ってんですよ、49万株に。だからもうこれ大丈夫です。上がったからね、なんすかね、利益確定売りされてね、下がってくるということもまあないと思うんで、まあこれはね、ちょっと今でも、買えるのかなというふうに、まあ、さすがにもう350円がね、なかなか来ないかなと思うんですけど。まあこれ、成長するかどうかと言われると、ちょっときついと思うっすよ。なんかね、チャンス。他も一緒の条件でね、次どこ伸ばしていくんだと、何伸ばしていく。インターネット広告事業もダメでしょ。だからまあそこら辺がまあ課題が残るんですけど、まあこの利回りとですね、それから、
なんていうんですかね。まあ営業利益率ですよね。なんといっても。これがもう、これね、第三四半期の累計ですね。すでにね、対通期の進捗率もう 100% 超えてんですよ。ね。37億。ね。これ経常利益で言ってると思うんで、この37億5700万なんですけど、これって、これなんですよね。これ。これが通期なんですけどね。もう超えてますでしょ。で、あと、もう四半期残して、いるんですけど、まあ、次は、もう7月末、期末の通期の決算発表あるんですけど、絶対いいと思いますよ。ね。そうすると、まあ、次のね、期の予想がどう出るかっていう問題あると思うんですけど、多分私はですね、駆け込み需要っていうのはすごい、生じると思うんですよ。ね。ポイントがつかないくなるんで。なので、結構まあ、強気な予想を出してくるのではないかな、というふうに思っていますけど、だからあんまりこれ貼らない方がいいっすよね。というふうに思います。それからですね、財務の健全性ですけど、現金162億も、現金が 74%。え？現金比率。これすごいっすよ。私よりすごい。キャッシュポジション高いっすよ。これでね、その上にですね、まあ営業利益率はご覧の通りですね、まあ25とか、まあ33とか、こういう数字が出てくるんですよ。34とかね。出てくるんで、まあ月をトータルするとちょっとデコボコあるんですけど、まあ5、7月はそんなに稼がないみたいですけどね。なんですけど、まあ7月にボーナスが、6、7月ボーナス出るでしょ。それで、ふるさと納税、ね、やってる方もいらっしゃるかもしれないですよね。まあだからひょっとしたらまあ増えるかもしれないですけど、だいたい5、7月が良くないんですよね。低くなる傾向にありますよね。でもまあ全体を通せばやっぱ 20% 以上のまあ営業利益率があるということで、この723円の純資産に対してはですね、借金はゼロですから。で、剰余金150億もありますんで、まあこれは安いかなというふうに思いますね。なのでまあこれちょっとね、アイモバイルは、ちょっと考えようかなと。いいなと。ちょっと成長銘柄投資になってるんですよ。ね。これプライムですよ、でも。面白いでしょ？グロスじゃないですよ。本当にね、面白いですよね。はい、次、最後ですけど、次元ね。これも確かね、銘柄リクエストの中で、まあ、やったことがあると思うんですけど、まあ、これも面白いです。549円ね。ちょっとマーク入れますけど、これも PR は 13.1 倍です。PBR は無視します。利回りは、まあ、ないも同然ですね。1.3 なら。で、これからですね、自己株の取得もやってますし、それからですね、この、8月7日に発表された、ついこの間発表された、4、6月のですね、最終利益ですね。これ 20% 増益なんですよね。なんで最終利益でいくんですかね。わかんないね。経常利益でいったり、最終利益でいったりね。それで、10億1000万ということで、通期約の43億に対する進捗率 23.6 ということですね。で、ここに5年平均が 25.6 で、ほぼ同水準って意味がわからないですけどね。え、やっぱり営業利益を見なきゃいけないですよ。22% から 23.5 に増えてますよね。営業利益ですよね。これはいいところだというふうに思います。それで、まあ、チャートを見ますとですね、これですね。まあ、こんな感じで827円とかね。まあ、これ、結構ちょっと長いタームなんですけど。で、8月5日には447円まで落ちたんですよね。次元ね。まあ、そうですね。これは、でも、5.1 もよ、利回りがあるんだったら。やっちゃった。1.37 の利回りだったら、これはまあ、ここに落ちてもしょうがないな、というふうに思いますね。ちょっとこの間も260円台だったんですもんね。これね、早く発見できてればよかったなと思うんですけどね。まあ、そうもいかないですよ。なかなかね。で、私もね、バリュー系だけで、バリエーション系だけでこうやってきたんで。最近ね、ティーロープライスあたりからね。ちょっと、成長株投資もやんなきゃな、みたいな。成長株投資って危ないっすよ。だから、もうよくよく注意してやんないといけないですよね。信用倍率見ましたっけ？信用倍率92倍もあるんですけど、130万株買い段入ってますよね。だから、こいつ上がりきれないっすよ。絶対。上がったら、売ってきますから。さっきの、ね、400円台のところで拾った人たちが、儲かりますでしょ。で、空売りがですね、これ見てみると、次元さんね。これ。ジェピーモルガンがね、ちゃっかりとね、8月7日にね、約9万株の、ショートをかけております。ってことは、これ次元さんはですね、ちょっと下げる可能性はあるかな、というふうに思うんですよね。空売りね。これがまあ注意かな、というふうに思うんですけどね。で、PR は13倍なんで、まあいいかなと。ちょっと決算中身って、
見てみますとですね、まあ 20% 増益だったんですけれども、JPX の中古型株指数に採用されてますね。なんか、立派な会社ですよね。この会社ですね、この人ね、この平塚じゃないや。平尾武さんね。この人が創業したんですよ。で、1982年東京生まれで、慶応大学ね、の環境情報学部を卒業して、なんか学生起業家選手権で優秀賞を受賞したらしいですよ。大学在学中に2社も創業したという。あ、面白い人ですよね。こういう人は出てくるんですよ。これはインターネット時代の、まあ、やっぱね、新しい、やっぱ起業の仕方なんですよね。なかなかイケメンですよね。だから、ちょっとね、女性関係で間違わないようにしないといけないですよね。大変ですよ。スターはですね、おじいさんは起業家だったんだけど、その会社は父が継ぐ前にあえなく倒産して、幼い時に姉と二人の幼子を抱え、家計は大変だったと。あ、こういうのいいんですよ。お父さんはなかなか定職に就こうとせず、母が雲式の教室をフランチャイズで経営しながら、平尾家の生活を支えてくれた。お母さん大したもんですよね。自宅には雲式のプリントがたくさんあって、3歳くらいからその問題を解くことが平尾にとっての日常だったって言ってますね。あ、そういうことですか。なるほどね。まあ小さい時に苦労するっていうのはいいですよね。それでこういう起業家になっていくわけですよ。で、この人ね、リクルート行ってるんですよね。だから、そこはね、やっぱね、リクルートで結構ね、鍛えられてますよね。学生起業家でなんかとリクルートに入ると。それで、リクルート時代にですね。まあ、2005年なんですけども。まあ、なんか起業した会社があって、そこの代表取締役を兼任したままですね。リクルート入社してるんです。リクルートも、なかなかですよね。で、人事部門、インターネットマーケティング局、事業開発室などで歴任して、で、2006年の10月に次元の前身になるドリコムっていうね、立ち上げにリクルートからの出向として参加したと。で、23歳でですね、リクルートグループ、まあ、このドリコムですよね、最年少取締役になったということで、2008年1月に25歳で、そこの代表取締役社長になったんですよね。すごいっすよ。で、相当できます。それで、2009年9月にですね、株式会社次元に名称を変更して、で、次元の由来はですね、ディメンションですね。1次元、2次元、3次元、4次元ですね。これ、ですね、ナイキの創業者のフィルナイトも最初はなんかディメンション5だか、ディメンション6だか、ナイキの代わりにそういう名前を思いついたね、エピソードがあるんですけどね。まあ、どうでもいいんですけど。次元は物質と時間と空間で構成されてるけど、そのうちの物質は、過去のメディアが媒体化することで具現化されると。まあ、しかし、時間と空間を超えたメディアと空間で構成され、は、まだ存在してないと。そういうことで、それらを超える新たなビジネスを創出することがミッションだと。っていうことを言ってますね。で、2010年にですね、MBO をしてですね、で、独立するんですよ。リクルートらしいっすよね。というようなことで、なんか、まあ、いろいろソフトバンクの孫さんともつながりあったりね、いろいろしてますよね。とにかく、35歳でですね、2018年に投資を一部に上場変更して、まあ、マザーズに上場した2013年なんですけど、この時7期連続の増収増益なんですよね。で、2018年投資を一部行った時12期連続増収増益。すごいな。ということで、なんかいろいろね、フォーブス、アジアズ200、ベストアンダーアピリオンね、に選出されたと。名誉なことでございますね。2021年に売上125億と、従業員数700名と。なんかね、本も出してるんですよ。起業家の思考法、別解力とかね。まあ読む気は私はないんですけど。まあだからこれあれです。IT 界の、まあ、風雲児であることはもう間違いないですよね。というようなことを思うんですよね。それでですね、これちょっとね、なかなか難しいっすよ、ここのビジネス。ね。ちょっとね、これ第一四半期の決算ね、20% 増益の決算なんですけど、これね、ちょっと、あれですね、次元の、ちょっと次元の違うとこ見てみると、これですよね。これ見ると分かりやすいんですけど、こうアワービジネスね、ホームページなんですけどね。まず、ライフサービスプラットフォーム事業ってのがあるんですよ。これは複数のインターネットメディアの情報を統合して、一括して検索、応募、問い合わせを行うことができるサイトだと。特定の業種や地域の企業の情報を、まあ、垂直統合的にですね、集約した特化型のメディアとかリアルサービス及び提携先のメディア企業へのソリューション提供といった複数のビジネスモデルを展開してると言ってるんですよ。で、それ、具体的に何かって言ったら、あんま変わらないですよ。リクルートがやってること。リアジョブとかね。これ美容ヘルスケア。
の転職求人。ね、リクルートでしょ、リジョブケアとかね、介護、ホームヘルパーのね、求人情報サービス。ミラックス介護もそうです。これはね、株式会社ミラックスってね、ここはリジョブっていうね。だからね、これM&A して言ってんでしょうね、きっとね。似たようなね、ものをね。で、このミラックスが、保育もやってるし、ベビーシッターもやってるし、みんな、求人型です。で、建設もやってるんですよね。これはストラクトっていう会社を、多分これ M&A してるんですね。まあ、こういうね、ということをやってるということですね。それからですね、もういっぱいあります。リアルエステート、これは不動産業界の特化型の人材紹介サービスで、これは株式会社ビヨンドボーダーズっていうところがやってるんですね。で、タイズっていうところがメーカーに特化した人材紹介事業で、ドラピタっていうのが運送業専門求人メディア、これからいいかもしれませんよね。オーサムエージェントっていうところがやってるんですよ。それとはね、要するに M&A で、要するにこういうのをね、取りまとめていって、こう区分けしてるだけなんですよ。リビングテックね。これは何かというと、日本最大級の不動産賃貸住宅情報サービス、スモッカーってやつですね。なんかニフティ LS みたいな感じですよね。まあ、どうでもいいんですけど。それで、世界プロパティっていうのは海外の不動産情報サイトで、これはビヨンドボーダーズでやってます。個人体スモッカーっていうのは自社でやってるんですかね。何も出てきてないですからね。で、リショップナビ、これリフォーム会社の情報の比較サービスなんですけど、これも自社でやってますね。それから、リショップナビエクステリアね。これも、ね。外壁塗装も自分のところですね、これね。エネピ、プロパンガスの比較サイト。これ、エネピね。あ、だからこうやるとね、こうやって出てくるんですよ。ガス代お得にと言って、こうやってね。それで、これがまあ、あれですよね、こう地域を選んで、まあっていうような。こういうサービスです。それで、制約したらフィーをいただくというね、大変軽いビジネスでございます。それであと、引っ越し関係もやってるし、外壁塗装のコンシェルジュもやってると。内装の修理とかね。あと、グリーンエネっていうのは太陽光発電、蓄電池、あ、こういうもののね。おまとめ。これも全国450社からね、販売施工会社を見積もりできるっていう。ブワーってきますよ、ブワーっと。すごいっすよね、これね。相場。ね。750万、1000万とか。まあ、こう網張っとくんですね、きっとね。んで、このイエイっていうのが不動産会社の売却価格の比較サービスですね。うん、これも自分のところでやってるんですよね。別会社で。買収した会社ではなくて。それからアルバイト EX、うん、まあ、アルバイトの求人サービスですよね。バイト探しはインディードじゃないですかね。まあ、これもね、やってたら、それ何来るんすよね。あと、マッチングですね。人材派遣。これはブレインラボっていう会社がやってて、これも買収した会社でしょうね。あ、確認してませんよ。あんま重要なことじゃないんでね。それでまあ、あと、いろいろやってるんですよ。キャリア支援とか、勤怠管理士、業務、ん?人材紹介会社向けの業務管理システムとか、まあ、いろいろね、これ人材関連ですね。まあ、求人とか紹介とかね。まあ、賃貸ね。アップワールドっていうのは、これ、世界10万件のホテルの情報サービス。アップワールド。これ、買収したんですよね。どんなんかな?アップワールド。うわー、すごいなー。都市、これ。シリコンバレーのホテルとかね、世界の見本市、展示会場とか。面白いですよね。というようなことをやってるということですよね。トラベリストとかね。これもアップワールドがやってます。これアップワールドってのは、なんか要するに、TST ってのもでも海外航空券の発券代行。まあ、似たようなものをこう、ね、サイト、そのサイトだけじゃ弱いんだけど、組み合わせていくと、だんだん強くなるじゃないですか。多分そういうことじゃないかなと思うんですけどね。まあ、こんな感じで、すごいいっぱいあるんですよ。サイト買収していって。あと、車買い取りとかもやってます。ね。すごいな。家庭教師が比較、比べるとか、留学比べるとか、もう、なんでも、いや、結婚相談でもありますね。比較ネットね。比較するんですよ。ね。こういうのいいっすよ。アフィリエイト収入入ってきますから。これはね、自分がリスクを負わないで、いかに儲けれるかっていうことを追求した先にあるのがこのビジネスかなというふうに思うんですよね。そういうことでですね、このマシーンですね。ね、第一クォーターね。さっきの、23% 増、YOY で 21% 増ですよね。営業利益がね。経常利益は 20%、あ、当期純利益は 20% 増というね。あ、ね、株数が多いんですよ。1億株ぐらい発行してるんですよ。だからね、EPS こんなぐらいしかならないんですよ。だから、まあ、さもありなん株価ではあるんです。はっきり言って。ただなぁ、なんかね、要するに、成長しそうでしょ。この人の経歴から言っても。そういうふうに思うんですよね。
なんで、ダメなやつはどんどん削ぎ落としていけばいいですから、そうすると、採算不採算のやつっての事業って見分けられますよね。で、ここは業績推移がずっとあるんですけど、とにかくね、20% 絶対割らないんですよ。営業利益率。この線なんですけどね。だからまあ、イビトDMIなんかどうでもいいんですけど、まあだから、ちょっと売上は、そうですね、第一クォーターは、そうですね、前年よりまあ、うん、まあそれでも54億から62億ぐらいなんで、まあ結構ね、うん、8億ぐらいプラスしてる感じですかね。だまあ、こう伸びていくんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、こういうところはですね、何の問題かったら、この広告宣伝費なんですよ。何しろ、あれでしょ？アフィリエイト収入もいただくんですけど、実店舗なんかないわけですから。その、インターネットで広告やんなきゃいけないんですよ。ネットでね。それでまあ、あと労働生産性を DX で引き上げていくとか、そういうようなことが求められるんですよね。で、将来的には営業利益率を 30% 目指すと、心強いことを言ってくれてるんですよ。誰やったっけ？平尾くんね。平尾くん頑張って。ね。30% いいっす。というようなことでですね。まあなんかこう成長しそうな雰囲気がもう、ムンムン漂ってんですよね。これも本当に。それで、まあ、全然あれでしょう。なんか、売上収益及び営業利益は、第4クォーターの再繁忙期という季節性を踏まえると、おおむね例年通りの進捗率で、2025年3月期業績予想の達成に向けて、想定の範囲内で進捗中だと。あ、そう。なるほどね。デューデリジェンス等の M&A 関連費用を第2クォーターに見込んでいって、前年と比較して一過性費用が生じる可能性を考慮していると。ああ、なるほどね。そら、お金かかりますよね。デューデリはいっぱい取っていきますからね。で、再繁忙期を控える下期に向けて各種施策の遂行や M&A を中心とする戦略投資の検討を進め、業績ガイダンス超過を目指すと言ってます。なので、一応ね、こういう若者にですね、かけてもいいんじゃないかなと思うんですよ。法人顧客が何だってね、2万2000社もあるんですよ。で、その1法人あたり107万円ね、取れてるんですよね。いいでしょ？求人だとか旅行だとか、そういうのがいいみたいですよ。ね。そういうことで、まあ、ちょっとね、まあ、どんどんこれ、M&A を、まあ、結局ね、プラットフォームをどんどん買収していくっていうことですよね。それでまあ、その、いろんなところをまあ、こう、改良してですね、それでまあ、生産性上げていくという、そういうビジネスよね。で、この、非積み上げ型の収益って、まあ、これ、ストック収益っていうんですけど、非積み上げ収益っていうのはまあ、フローですよね。まあ、一過性で上がってくるってやつなんですけど、これがですね、積み上げ型が35億円で、非積み上げ型、これ26って、6億っていうのは、バランスとしては非常にいいですよね。まあ、安定性と成長性、これがまあ、両立できる姿ですよね。だから、まあ、この積み上げ型って顧客数が増えれば増えるほどこう積み上がっていきますから、非常にいいと思いますね。それで、非積み上げ型っていうのは、まあ、こう、一回ごとにこうやるやつですね。で、そういう人材紹介とかも、一回で終わりでしょ？その後、お金はもらえませんから。ということでね、いうことなんですよね。まあ、だから、ここら辺は、ちょっとこっちを伸ばす方向で、ずっと行ってるんで、状態的にもね、ストック収益が増える方が絶対いいんですよ。だから、そういう意味ではこれ、悪くないんじゃないかな、というふうにね。思いますね。積み上げ型収益が134億に達したと。法人顧客数が、18,859 社あると。すごいな。それで、非積み上げ型が、105億で、これ顧客単価297万と。まあ、そらそうですよね。一回顧客なんで。うん、この次元はいいな。うん。ちょっとこれまで、トライトとかあんなよりずっとなんか、やられな感じがしますね。うん。で、成長志向してるんで、で、この人言ってんのが、ですね、売上収益100億円のコア事業を作るって言ってるんですけど、それはもう言ってんですよね。それで、2026年3月までに売上で350億いきたいと言ってんですよ。で、EBITDA で、まあ、こう税引き前、税引き前で、償却前の利益ですよね。まあ、そういうものをですね、まあ、目指すと。そんなもんじゃ済まないな。でも、30% いきたいんでしょ？ただ、100億ぐらい感じですよね。営業利益が。それだとね。まあ、とにかく、若き、ね、平尾、ジョーって言うんですね。ジョーみたいなね。ね。次元と明日のジョーみたいな。あ、そんな感じですよね。むちゃくちゃですよね、もうね。あれですね。古いね、アニメが2つ重なってるという。ね。ルパンルパーンの次元とね。明日のジョーみたいなね。そういう感じで、ね、
でもいいんじゃないかなというふうに私は思うんですけどね。まあでもまあ、配当も取れるという意味ではですね。まあこれちょっと下がってこないと。まあ400円台欲しいですね。贅沢です。空売りかかってるし。というふうにも思いますね。ということで今日はね、まあ3銘柄ね、ちょっとスクリーニングしてですね。次にまあちょっと狙いたい銘柄っていうのをね、種まきしたいっていうのね。まあこんなもんがあるなということで、ちょっと自分のためにの、あれですから、人気でございますね。ちょっと、皆様のリクエストは、後回しでございます。ね。私が優先です。ということで、ごめんなさいね。終わりたいなと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、いかがだったでございましょうかね。まあ、本当、台風ね、大変でございます。大の規制ね、もう大変でございます。本当にね、いろいろ大変でございます。でも、マーケットが戻ってよかったですよね。うん。ちょっと明るいね、気持ちで、来週もね、やれるといいですね。まあ、でも、上がったら下がる。下がったら上がるというのが、まあ、株の常識なんですけど、まあ、鍋底みたいに下がってっぱなしっていう、時代がもう二度と来ないことを祈りたいな、というふうに私は思っております。まあね、このチャンネルがですね、まあ、面白いなと思われましたらですね、ぜひね、チャンネル登録をお願いしたいなと。から、高評価ボタンもお願いします。あと、ですね、メガリクエストはですね、まあ、日曜日に、まあね、気が向いたらやります。ということで、まあ、場合によったら日曜日休むかもしれないです。ね。そういうことで、まあ、ご勘弁いただきたいなと思います。ちょっといろいろ私もね、他の仕事もやって、てるんでね。ということで、本日も長時間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ではでは。